はい、どうも、ガクチャンネルのガクです。どうもこんばんは。ちょっとね、今日もね、バイク用品じゃないな、普段も使えるんでバイク用品じゃないんですけど、防寒着のね、ご紹介をしたいと思います。以前もね、去年ですね、この電熱ヒーターが入ったこうベスト、ご紹介して、僕はバイクで乗るときはこうベストね、電熱ベスト中に来て、そこからね、ワークマンの、やつをね、着たりして、すごいぬくいんですよね、やっぱりね、電熱なんで。そういう風にしてね、バイク乗ったりしてますけど、実はね、そこのメーカーさんの分を紹介してたっていうのもあって、ちょっとレビューオファーいただいたんでね、僕も興味あったんで、お受けしたというような感じで、そのね、商品を今日3点、送ってもらったんでね、ご紹介したいと思います。まず一つはね、こういうベストじゃないんですよ。ジャケット。なんか普通のジャケットなんです。後でちょっと僕着てみますけど、今着ましょうか、先ね。マイクとかに当たるとね、ちょっとガサガサなるんでね。よいしょ。ちょっとなんか普段にも着れるような、ジャケットです。ちょっとマイクガサガサ言うかもわかんないですけど、ごめんなさい。ちょっとコードが挟まった。こんな感じ。ちょっとね、パツパツ。これ僕ね、実はね、L、本当は一番でかいのが 3L があるのが LL 買ったん。LL をお願いしたんか。で、3L があるんですけど、生地的にはちょっとタイトな感じの生地で、あんまりブカブカっていうのもちょっとどうかなと思って、LL を頼んだんですけど、僕ね、腕が長いんですよ、ちょっと。だから袖丈がね、これは僕が多分腕長いですけど、ちょっと合わなかったです。着た感じで言うとちょっとパツパツ気味ですけど、あんまりこうダブダブしてると動きにくいんでね、一応Amazon の商品ページに載ってたサイズはね、一応見て買ったつもりなんです、こう丈もね、だけどちょっとなんていうかな、袖丈はちょっと合わなかったね。イメージとしては生地がタイトなんで、ちょっと大きめ、ワンサイズ大きめ買っててもいいかなっていう感じの商品でした。この上のジャケットね。で、一応ちょっと脱ぎますけど、フードもついてます。こんな感じです。フードついててもあんまりフードすることないかもしれないけど、一応こんな感じ。だからなんか普段着てても別にそんな違和感ないでしょ。ね、でちょっともうついでなんですけど、これね、電熱線のケーブルはここに、来てます。このポッケの中から出てる感じ、こういう感じでね、出てる感じです。で一応洗濯もできるんで、こういうふうに USB にかぶすカバーが、ついてます。ちょっとピント合わないかもしれない、こんな感じね。で、これを外して、で、これはね、別に用意しないとダメですね。普通のモバイルバッテリー。これはついてません。これを接続をしてあげるという感じです。で、これ内側の、内側っていうか外側のこのポケット入れるんですけど、これがね、本当はこの内側にポッケがあって、バッテリーをね、中側にセットできたら、僕的には良かったんですけど、僕結構ね、こうポッケに手を入れて、ることが多いんで、そこがちょっと残念なとこかなと思ったりしてたんで、ちょっと前開けときましょうか。声が入らないですね。はい。で、一応ここにね、マークがあって、見えますね。前に電熱パッドが2つ。後ろちょっと見せたら分からなくなるけど、首元ね、首の後ろに1箇所と、腰のところに2箇所、ね、3箇所後ろはあります。前が2箇所、ね。で、ここのボタンを、ポチッと押すと、こっちが前ね。長押しすると、これで、今、前の2箇所が、電気入りました。で、後ろのやつもこれ長押しすると入ります。で、これ別に
別々になってて、で温度調整も今赤いのが一番温度高いです。でこういうふうにね、青緑一番あのなんていうかほんのりあの暖かいくらいね。赤は結構暑いっていうか暖かいですよね。こんな感じで3段階でこうね調整ができます。当然さっきも電源入れた時もそうでしたけど、別々にこうね、動くんであのいいです。で体感温度的にはね本当にね寒い時期でもね全然いける。でこれの場合は前もあるんで、ちょっとこれだけでバイクね、乗ったりはちょっとまだしてないんで分かんないんですけど、まあ、ここら辺はちょっとね電熱パッドないから、寒くなるかも分かんないですけど、前もねお腹周りは絶対ね、電熱パッドありますから大丈夫ですよね。後ろは多分暑いくらいだと思います。一番高温にしてると。でこれにダウンとかバイク用の防寒着とか着ればもう全然多分大丈夫だと思うんで、まあ何て言うかな、ちょっと出かける時にやっぱり何て言うかな、バイク用の服で、まあ僕はバイクで動くから、まあ、そのバイクの話ばっかりしてますけど、なんかね防寒着してるとかバイクしてる服であんまりお店の中入ったりとかそのちょっとうんっていう時あるんで、まあ、そういう時はね、こういうのにちょっと何て言うかな、普通の。なんていうかカジュアルな ダウンをね、期待していけば、まあダウンだけ脱いだりしたらまあ全然ねいけるのかなと思ったり、まあそんな感じでしてます。1週間くらいはね、ちょっと、使ってみたんですけど、そこそこね、これいい感じです。まあちょっと僕袖丈がねあんまり、短すぎたんで、まあ、テストケースで寒い日にこう出かけるときにちょっと使ったりはしたんですけど、なんていうかな、バイク乗るのはちょっとしてない、ね、あれなんですけど、まあかなりあったかい、やっぱりね、こういう製品です。で、あとね2つ送ってくれたんです。でこれもね1週間くらい使ってみました。まあ靴下なんですけど、まあ、洗濯をするんで、なんていうかな、その毎日は使ってないですよ。どっちかというと家でやっぱ足元がこうフローリングで寒い時に出かける時はもうね、普通の靴下で、まあ、会社で行ったりとかはしてたんですけど、まあ、家の中でねとりあえず、まあ、2日使って洗って、であと2日使ったくらいかなね、いう感じで、まあ、家の中のフローリングのとこで使ったんですけど、まあ、かなりぬくい、これいい感じです。でこれもね、ここの内側のところに電極が入ってますね、電極ね、でこれはね充電のこのやつがバッテリーがついてます。こんなやつね、この上が電源になってて、ちょっと待ってくださいね、これを刺さないとダメなのかな、ここにね差し口があってこうやって刺しますね。でここで温度を決めます。また赤とか青とか緑に光ってるでしょね、これで温度調節をするっていう感じです。で収納するのはこの、靴下の内側のところにねこのポケットみたいなのがあるんです。二重になってて、ここにね、モバイルバッテリーをこう潜ませるっていうかね、だからちょっと足でやるのはあれなんで手でやりますけど、わかるかな、こういう感じにボコッとねちょっと、モバイルバッテリーのとこは出ちゃいます。で外に履いていく、まあこれ結構ねアマゾンのとこの広告見たら雪山行く時とかまあなんかいろいろこういうケースで使ったらっていうのが書いてたんですけど、そうですね、よいしょ、だいたいねこのかかとからねモバイルバッテリーのとこまでは15センチくらいかなね。だからかかとから15センチくらい、まででこの靴のあれねあれが終わるかどうか靴の中にしまえるようなスノーシューズみたいなやつやったらいけるかもわかんないですけど、バッテリー結構ね出張ってるんで
そこちょっと気をつけないとダメですね。靴との相性、ブーツとかだったらどうなのかな、女性用のブーツとかだったら結構タイトにね、プチッとこう足の形にあのひっついてるんで、まあ、そういう靴だったらちょっと難しいかもしれないですね。でもこれもかなりぬくい、だからあの女の人とかでもなんていうかな、足よくこうあの冷えるって言うじゃないですか。うちの嫁さんもよく言ってますけど、あのそういう方にはねすごくいいと思います。あと僕はね、あのバイクのブーツそこまでこう丈がない分なんで、ちょっと今家でしか使ってないですけど、バイクで遠出するときに結構やっぱりね、あの僕あの太一のあの ライディングシューズ履いてるんですけど、あのやっぱりね長時間冬場乗ってると冷たくなってくるんですよ。ある程度まではね、耐えれるんですけど、だからあの結構ねこれ活躍できそうな感じがします。だからあのブーツの場合はこのバッテリーのこの分厚さだけが問題かなと思いますね、こういう商品ね、ですね。であとねもう一個、これがね良かった これが多分ねこうまあまあその全部ある程度いいところあるんだけど、これねマフラーなんですよ。これね素材がねちょっとね素材書いてたかな、これ本当のなんかあれかな、綿とかじゃないのかな、素材はちょっとね細かく書いてないんですけど、多分羽毛みたいなやつ出てきてないから多分綿かな、あのマフラーです。あここに一応表記があります。ポリエステル 100% 中綿が何かは書いてないです。水洗いが OK っていうことは多分あの綿じゃない、綿っていうかあのダウンではないんでしょうね多分ね、こんな感じです。でこれね、これはモバイルバッテリーが付属してましたね。でこれもここに穴がこういうふうに袋になってて、バッテリーをまずこれね装着します。よいしょね、モバイルバッテリーでここにあの数字が出ててね、これを押すとこう数字が下がっていきます。これ温度が下がっていく状態ですね。こんな感じ80 70 60 50 40、ね、こんな感じです。で、まあ温度を決めてここに袋の中に直してよいしょ。で首に巻くとね、こんなバッテリー、モバイルバッテリー重たいでしょね。これでもよく考えられてるなと思ったのは、反対側がこの穴になってて、こうやってね、でモバイルバッテリーが入ってる方をこの穴のところにこうやって入れて、こうやってね、こういう風に使うやつなんですよ。でこれね、あの首のこの後ろのところ、ここに電熱パッドが入っててすごいぬくいあのこの前この首のマッサージャー紹介しましたでしょ。あれもぬくくなるって、説明してたじゃないですか。あれよりもね当然あのなんていうかな、そう全体がぬくくなる電熱パッドのこの、入ってる範囲が広いんで、あのすごいぬくいまああれとは全く商品が違いますけどね。だからなんか肩こり用のこの温めるのとしてもねすごくいいなと思いました。なんか、だから凝り性だからな僕、だからそれで、いろいろね、今回3点送ってもらったんですけど、一番なんかあの驚いたっていうか期待してた予想以上のなんていうの商品だったのがこれ、あのこのマフラーすごく気に入りましたね。だからその他の製品もね、あのこのジャケットもあの前のやつはねベストなんで、なんていうかな、やっぱり中に着るっていうか、そうどっか行く時に表にね堂々と着ていくとちょっと恥ずかしいかなっていう感じはあったんですけど、これだったら別に普通に、まあちょっと僕袖丈合ってないけどねあの普通に表出て着ていってもあんまおかしくないようなデザインなんで、まあいいかなと思います。胸ポケットもあるし、胸ポケットね僕ねスマホとか入れたりするんでね、ここあると便利なんですごいやっぱりいいんですよね。
あと入ってる方も紹介しとこうと思うんだけど、それ忘れてた。この上のやつはね、ちゃんと洗う用の、ネットもついてます。だからこのネットに入れて、ね、洗ってください。洗えます、これね。ちゃんと、なんていうか、電極のとこだけね、こうカバーして、洗ってあげてください。で、靴下も、洗えます。ね、靴下も洗えるし、マフラーもさっき言ったけど、水で洗い、洗濯できるって書いてましたから、ね、ちゃんときれいに、衛生的に使えます。あと入ってるのは服はもうこれと説明書くらい、説明書くらいですね。で、靴下は、あとこれね、充電器は入ってないですけど、ケーブルだけね。で、このバッテリーは当然左右別々、バラバラなんで、それをいっぺんに充電できる、ね、二股の、アダプターがついてます。で、このマフラーは、さっきも言ったようにモバイルバッテリーが、ついてます。それの充電ケーブルだけ。これも別に充電アダプターはついてません。であとはまあ簡単な説明書ですね。靴下も一応説明書はありますね。はい。まあ、簡単なものです。はい。ということで、一応、1週間くらい使ってみての感想なんでね、まあ、耐久性とかそのあたりはまだわからないんですけど、まあ、正直ね、前回ご紹介したベスト、まあ、このメーカーベストを結構ね、いっぱい売ってるんです。多分それは服の中に着込むタイプかなとして売ってるようなものが多いんですけど、今回のこれね、まあ、服としてのデザインも質感としても結構いいので、で、お値段がね、まあ、これも、お値段やっぱりね、アマゾンで売ってるんで、結構上下があるんで、一応もうアマゾンリンク下に貼っときます。でも、1万円とかそんなんするようなものではないです。ので、なんていうかな、見てね、いいなと思ったらね、別にそこまで、抵抗なく買える値段だと思うんで、まあ、もしよかったら1着くらいあってもいいのかなというふうには思いました。だからもう僕これツンツンテンやから、ちょっとこれ子供にあげて、僕もう一個サイズでかいの買おうかなとか思ってたんですけどね。はい、そんな感じです。一回またバイクもこれでね来て乗ってみようと思います。とりあえずね、今日はこのあたりで失礼しようかと思います。本当はね、表出ていろいろ紹介もしたかったんですけど、今回3つあったんでね、あんまりまた平常休息って地べたでばらまいてやるよりはもう家でやった方がいいかなと思ってね、家で撮ってみました。またいろいろねご意見ご感想あれば聞かせてください。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。